はい、まあ、長尺するとお付き合いいただきございます。日時はですね、2022年4月の23日でございます。はい、今来ているところは東京都、東京都青梅市のですね、今井馬場崎っていうんですかね、今井馬場崎というんでしょうか。はい、そちらに来ております。はい、私ですね、ちょっと今、取材をしているんですけども、こちら、こちらなんですけれども、こちらのですね、コンクリート、コンクリートの塀なんですけども、見てください、ポスター選挙ポスターをですね、剥がした跡、剥がした跡がですねたくさんありますよね。なんかすごいありますよね、無数にありますよね、選挙ポスターを剥がした跡、はい、こちら急にですね、選挙ポスターをですね全部、剥がしてるんですよね。全部選挙ポスターを剥がしております。はい、おそらくですね一番多い時で、30枚ぐらいですね選挙ポスターを、こちらのですねコンクリートの、塀にですね貼っていたんですけれども、急にですね、選挙ポスターを剥がしております。今からですね、なぜそれをですね剥がしたのか、原因をですね突き止めたいと思います。はい、きれいにですね、剥がされておりますね。はい、かなりですねたくさんのポスターが、このですね、コンクリートの塀に貼られて、いた、ことが分かっています。あ、ちょっと待ってください、これなんか書いてありますね、これなんか書いてありますよ。